こんにちは、こんばんは、リンクスのタクです。毎度茨城から東京ドームに通う変人でございます。今日はね、東京ドームでは映画のね、新しいゴジラとのコラボレーションですとか、アーツオーでね、あの有名な松田選手引退されるということでね、その引退セレモニーが、試合終了後かなに行われるということなのでね、ちょっと行ってみたいなと、本当に今から電車で向かいたいと思います。ちょっとジャイアンツっぽく真っ黒な格好で来ましたもうね、原監督もどうなってしまうのか、去就がね気になるところですけれども、今年もねもう終わりなので楽しみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。いらっしゃいませ、ボタンを押して駐車券をお取りください。いらっしゃいませ、駐車券をお取りください。ここはね60分100円で最大1000円なので、いつも助かってます。では行ってきます。ちょっとね、指定席空きがなかったんで、今日はねグリーン車で行きたいと思います。グリーン車ガラガラ。日曜日ってこともあってね、結構人いますね。なんか中国人とかもね、東京の方結構いらっしゃってるみたいなので、混んでるかもしれないですね。さすがにね、今日は当日券も販売されてるみたいです。あの、売れ残ってるみたいですね。
サードの松田に代わりまして門脇が入り、ショートの坂本がサードに回ります。チームに貢献できるよう頑張ってきます。4名の方からビデオメッセージが届いております。ご覧ください。福岡ソフトバンクホークス2軍監督の小久保裕紀です。マッチ18年間本当にお疲れ様でした。目標の一つに掲げていた40歳までプレーする、見事達成されましたね。心から敬意を表します。マッチといえば何と言ってもその大きな声、いつも元気で先頭に立ってチームを引っ張っていました。そして誰よりも痛みに強く、常に試合に出場するのが当たり前、そういった選手でした。侍ジャパンの時も共に世界一を目指して戦い、チームに活力、パワーを注入してくれた、その姿は一生忘れません。昨年ホークスのユニフォームを着て最後の試合がタマホームスタジアム筑後で開催されました。この球場に入りくらないお客さん、そういった方々に見送られ、今年は大して貢献していないジャイアンツで
入隊セレモニーを用意してもらえるマッチは本当に幸せなことだと思います。マッチの野球に対する真摯な姿勢は心に響く証だと思います。これからも共に野球界のために恩返しできるように頑張っていきましょう。本当に長い間お疲れ様でした。松田君、18年間プレー中生活お疲れ様でした。いろんな思い出があります。でも僕自身は7年間聞いて野球ができて、本当に、いろんなことを応援させてもらいました。これからはそこで、野球を見るという機会も多くあると思いますが、どこか僕が出会ったらまた声をかけてください。ご飯を教えてあげましょう。18年間お疲れ様でした。秋山です。マッチ、18年間、現役お疲れ様でした。マッチとは、入団した時に僕は日本監督で、鈴鹿が9年間、野球しました。入った時はね、本当にこう一生懸命、声を出して明るくやってましたし、よくバットをね振ってたっていう感じが僕の印象あります。まあ、一軍に上がってからはね、元気で明るく、僕も元気づけられましたし、チームのみんなもそうですし、ファンの人も元気づけられました。熱っていうのをねこう聞けないのが寂しいですけども、これからまた野球界のために、熱をね出して野球界を盛り上げてもらいたいなと思ってます。18年間お疲れ様でした。
ましたのでご挨拶です。まずはじめに私のためにこのような引退以来引退セレモニーを用意していただいた読売ジャイアンツ原監督さん、コーチの皆さん、スタッフの皆さん、最後まで残っていただき本当にありがとうございます。球団関係者の皆様には1年しかプレーしていないこの私にこのような素晴らしいセレモニーを用意していただき本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。今日でプロ野球選手として最後の日となりました。今シーズン限りで運用もできます。原監督さんと球団関係者の皆様とのご縁で読売ジャイアンツの一員として今年1年プレーすることができました。結果は出なかったですが、これまでやってきたことを信じて元気を出して一生懸命頑張ることができました。読売ジャイアンツ1年、福岡ソフトバンクホークス17年、この18年という期間は私にとって夢のような時間でした。本当にありがとうございました。私はジャイアンツに入団して2つの思いを叶えさせていただきました。まずは40歳までプレーするということです。今回目標を達成することができました。もう一つはプロ野球選手ですが、誰もが野球少年で必ず憧れであったり応援している選手がいたと思います。私の家族は家族全員がジャイアンツファンで子供の頃ご飯を済ませ勉強を済ませ野球を終わらせてテレビの前でジャイアンツを応援していました。ジャイアンツの選手がプレーすることが小さい頃本当に憧れていました。原監督さんの引退時代のホームランは今でも記憶に残っています。小学生でした。原監督さん本当にありがとうございました。18年間という間たくさんの方と出会いたくさんの方に支えられてここまでプレーすることができました。感謝の気持ちを伝えたいなと思います。まずは両親です。父には野球というスポーツを最初に教えていただき本当に嬉しく思いました。母には40歳までプレーする丈夫な体に産んでいただき育てていただきました。本当にありがとうございました。これからはですねたくさんの孫がたちがいるので孫とゆっくりいっぱい遊んでください。そして家族です。妻とはプロ野球生活のスタートから最高のパートナーとしてスタートしました。今年は単身ということもあり子供のことを全部任せっきりになってしまいました。昨年までは試合が終われば食事を済ませ2人でバッティングのことを反省しました。ああでもないここでもないと2人で反省しながら次の日の試合に挑んでいました。本当に妻の存在が私にもパワーになりました。これからもよろしく。本当にありがとうございました。とにかく毎日笑顔で接してくれて本当にパワーをいただき毎日会うことによって発音の充電ができました。これからは一人の父親としてサポートしていく側から
サポートしていく側へ回りたいなと思います。これからもよろしく。もう一人は双子の兄です。小学校、中学校、高校と同じユニフォームを着て同じ目標に向かって野球していました。常に兄が一つ前に存在でした。兄のおかげで今日までプレーすることができました。双子の兄としてこれからもよろしくお願いします。本当にありがとう。熱男という言葉にも感謝の気持ちを伝えたいと思います。熱男という言葉に出会い、ジャイアンツでも熱男という言葉とともに頑張ってきました。今でも私の大好きな言葉です。これからもよろしく。ありがとう。ジャイアンツファンの皆さんにも感謝の気持ちでいっぱいです。1年しかプレーしていないこの私に、東京ドームでもジャイアンツ球場でも常に本当に嬉しかったです。ありがとうございました。ファンの皆さんに2つお願いがあります。ジャイアンツには目をギラギラ輝かして頑張っている選手がたくさんいます。私も若い頃ファンの皆さんの声援で成長することができました。来シーズン以降、そういった選手たちの成長もファンの皆さんの声援で変わってくると思います。選手を高く見守ってあげてください。長さん、隼人、丸くん、誠治、津野くん、侍ジャパンで同じユニフォームを着て頑張ったメンバーとまたジャイアンツのユニフォームでプレーできたことを本当に嬉しく思います。ありがとうございました。これからも自分らしく頑張っていってください。私はジャイアンツのユニフォームを着てこの東京ドームでホームランを打って発音するという夢を持ちながら練習しました。この夢に関しては叶うことができず現役を終えますが、最後皆さんで最後の発音で私がせーのって言うので右手を高く上げてやっていただけたら嬉しいと思います。よろしいですか。よろしくお願いします。最高の発音をよろしくお願いします。いきます。せーの。あ
願いします。ユニオンも脱ぎます。私の野球人生、皆さんのおかげで本当に熱く幸せの男、松田の六郎にしていただきました。本当に18年間ありがとうございました。Thank you.
手が場内を一周いたします。